いつもご視聴いただきありがとうございます。のるのたのしでございます。さあちょっと今回はですね、いつもと趣向を変えまして、まあ多分見てくださってる皆様、まあパパママ、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、やっぱり夢としてはお子さんを一緒にこのバイクの世界で楽しませたい。これはもうどの親御さんも同じ気持ちだと思います。でももちろんその一人僕も同じなんですけども、まあうちの息子がですね今4歳なんですが、ちょうどですねペダルがついていないストライダーという自転車があって、まあ、自転車ではないんですけど足で漕ぐタイプですね。それをちょうど卒業して、次どうしようかな、なんかこう子供にもこのバイクに乗せたいんだよなってことを考えた時に、すごくいいバイクを見つけてしまいまして、今回ですねちょっとそちらを皆さんにご紹介 しようかなというふうに思っております。それでは今回専門家の方に来ていただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。四つ葉元の伊藤さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。お世話になります。ダートフリークの伊藤さんですよね。はい、株式会社ダートフリークの伊藤です。よろしくお願いいたします。子供用の電動バイクの担当をしています。はい、いつもダートフリークさんにはいろいろ通販とかでお世話になって。チュンチュン、まだね、まだ紹介してないからちょっと待ってね。まだちょっと待ってよ。いい？で今日わざわざ持ってきていただきましたけども、こちらです。これはちなみに何という？これは四つ葉元っていう電動バイクですね、子供用の。もともと姉妹ブランドで四つ葉サイクルっていう自転車が先にあったんですけど、はい、まあ、それにちょっと試しにモーターとバッテリーをくくりつけた試作車みたいなのを作ってみたら、思いのほか子供受けが良かったんで、まあ、そのまま商品にしてしまおう。なるほど。ということで始まった。いやでもいいもの作っていただいたというか、まあ、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、親としてはやっぱりその子供と一緒にこうバイク楽しみたいんですよ。でもやっぱ危ないとか、やっぱりママが怒るとか、なんかいろんなことあると思うんですけど。そうですね、やっぱり子供たちが楽しんで、やってもらうのが一番やっぱ親としては何も言えないですもんね。はい、いや、でも早速こんなかっこいいバイクが並んでますんで、ちょっとうちの息子、はい、はい、チュン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 、じゃあちょっといつもねチャンネル見てる人たちに、鶴のあやとです、こんにちは。せーの、鶴のあやとです、こんにちは。はい、ということで、僕の息子ですね、4歳の、鶴のあやとでございます。まあ、乗り物大好きなんですけども、まあ、ちょうど4歳ぐらいの子供にぴったりですかね。そうですね、見ての通りサイズが2サイズあって、まあ、ちっちゃい方がまあ4歳ぐらいとか3歳ぐらいがもうジャストサイズです、はい、大きい方がまあ5歳6歳あたりがちょうどいいぐらいのサイズで作ってあります。なるほど。ちなみにこれスピード的にはどういう感じになってるんですか？ですね、スピードが3段階に調整できてですね、はい、まあ、最初一番最初の練習するときは早歩きぐらいの、まあ、6キロ7キロぐらいしか出ないようにできます、はい、でそれから徐々にスピードを上げていってですね、うん、大人がこの鍵で管理するんですけども、はい、そうすると、まあ、11、2キロのスピードで最後20キロぐらいまでスピードが上がります。なるほど。坂を登る力ですとかそういう風なのも伴ってパワーが上がってきます。ああ、そうなんですね、はい、いたします。伊藤さん、はい、ちなみにうちの息子は、今までストライダーっていう、はい、ペダルがついてない自転車を乗ってまして、まあ、自転車じゃないけど、ランバイクですね。そう、ランバイクで、それをちょっと最近卒業して、そろそろなんかこう自転車を乗らせてもいいかなと思ってたんですけど、なんかせっかくだったらもう飛び越えてこういうバイクどうって思って。実はですね、飛び越えるっていうか自転車よりもこっちの方が速く乗れることが多いです。あ、そう、それはなんで？自転車って漕ぐじゃないですか、はい、で漕ぐっていうことで、まあ、バランスをいちいち崩していってるんで、子供にはちょっとそこは難易度が高いのと、はい、こういう綺麗なアスファルトじゃないところだと子供だとパワーが足りなくて進めないんですよ。そうか。でそれに比べるとこれはまあアクセルをひねれば走りますん で、 ほうほう。で、あと、まあ、極端な話、足を地面にずるずる引きずってても走っていけるんで。そうか。ストライダー乗ってる子がそのまんまかなりの確率ですんなり乗れるようになります。おー、じゃあ一番理にかなってる。そうですね。じゃあ順番間違えてなかったんですよ、僕。間違えてないです。よかった、最高のタイミングですねこれ。いや、やっぱりパパがね、まあ、こうバイクが好きで、でどうしても子供たちにもそういうバイクの楽しさを伝えたい、ただ危ない、そうです、ね、まあ、高い、まあ、いろいろあると思うんですよ、うん、でママが許してくれない、はい、でこの辺をちょっとなんかこう払拭していきたいなと。そうですね、でちょうどいいんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、ありがとうございます、うん、はい、
最高速でも20キロ前後なんですね、はい、代わりにできるだけ軽く作ってありまして、まあ、12.5キロ、そっちの大きい方で12キロなんですけれども、はい、まあ、軽く作るってことを、まあ、重点的に作りました。あと、結構ここ大事なんですけど、このスロットルですね、はい、これが結構あちこちのメーカーから電動バイクって子供用のも出てるんですけど、はい、海外だと出てるんですけど、ことごとくこういう部品が大人用なんですよ。だからこういうお子さんの小さい手でこうやって握ってると、まるで僕らが缶コーヒー握ってるみたいな、これでスポーツライディングはできないでしょっていうのが多かったりしたんで、まあ、そういう部分はこだわって新規で設計して作って、まあ、子供用にできるだけ手の触れるところとかは合うように作ってあります。じゃあもう本当にもう子供、ちっちゃい子供たち向けに専用に作ったってことですよね。で、まあ、ちょっとこれに乗った後はもうね、多分エンジンバイクも乗れるようになるんで、はい、そしたらまあ早く走るのはそっちに任せて、まずはバイクの楽しさを覚えてもらおう。かっこいい。このバイク転ぶと止まるんですよ。お、大人のバイクだとエンジンバイクってエンストするじゃないですか、はいはいはい、だからエンストするから安心なんですけど、子供のバイクエンストしないんで、そうか、これがないと開けたアクセル開けて転ぶで、転んでそのままアクセル開けっぱなしの状態で起きたらいきなりこんなになったりとかするんで、そういう風なのでだいぶ子供たちが怖い思いをするんで、そういうことがないように、まずはできるだけ怖くないように。あ、それはすごい最高じゃん。スピードもこれ、この状態だと早歩きぐらいのスピードしか出ないんです。はい、でここで お父さんお母さん鍵でここをカチャッと回すと、はい、だんだん2番目のスピードで、これ大体11、2キロ出ます。リミッターが変えるわけですね。そうそうそう、はい、で最後は解除すると、まあ、このちっちゃい方で18キロ、そっちの大きい方で21キロぐらい出ます。はい、まあ、それでもね、そんなにスピード出てないから、はい、うん、ね、でこれ電源はどこなんですか。電源ここです。ここ、はい、これが青く光ると、ちょっと今明るいんで LED の光が分かりにくいですけど、はいはい、青く光ると走ります。ちょっとこれはチュンチュン乗ってみよう。ヘルメットはどっちがいい。赤、先の赤い、赤いやつがいい。よし、 OK。じゃあこのヘルメットと手袋、手袋はね、意外と幼児がつけるの難しい。かわいい。ガル、よいしょ。お、かっこいい。かっこいい。これかぶったらいつでもバイク乗れるからね。ちょっとだけ、すっごい。で、これヘルメット、これ手袋、はい、はい、じゃあ順次履いて。よし、慣れない靴で乗るのもあれなんで、今日使わないで、いいと思う。ブーツもあるんですね。ブーツ実はありまして、これまあ、スノーブーツみたいなもんなんですけど、子供用の本物のモトクロスブーツめちゃくちゃ高いんですよ。高いですね。なんでそれ毎年買い替えてられないんで、こういう普通の運動靴と同じぐらいの値段で毎年買い替えても惜しくないような、ちょっとモトクロスブーツに似た長靴みたいなやつ。いや、これ見てる人みんなあったってみんな思いましたよ、多分。これはね、本当にいいですよ。これもそうですけど、もうグローブもブーツほとんど子供にないですもん。あ、お、もう乗る気満々や。乗る気満々じゃん。じゃあちょっとパパどうしようかな。座ってみて。バイクはね、前の方に座った方が言うこと聞くよ。じゃあ最初に、これはバイクだからどうやって走るか。これの前にな。お、いや、行くで。これを回したら走ります。止まります。はい、走ります。止まります。お、一人でやってみて。走る。お、あれ止まる、早かったんちゃう。走る、止まる、走る、止まる。すごい、すごい。そうじゃあ実際に今度走るから、おっちゃんこうやって持ってるから走るしてみて。おお、止まるしてみて。おお、バッチリ。で、本当はこのブレーキを使って止まれるといいけど、まだ初めてやから足で止まっても大丈夫やで。そうゆっくりやから足で止まっても怖くないでしょ。そうそう、もう一回走るって。じゃあ今度おっちゃんとこまで走る。はい、止まる。よし、もう一回おっちゃんところまで走る。止まる。お、ちゃんと今度ブレーキ使った。ちょっと、うん、すごいすごいすごい。
ちょっと今度遠いね、この辺まで。おお、いきなり乗れてるやん。ほなさ、その乗れるようになったら走り始めたら足をここに置くねん。そしたらこうやってたらペチッと当たって痛いから、ペチッと当たって痛いから走り出したらすぐ乗せる。分かった？よし、やってみよう。走り出してからな。よし、よし、いいよ。こっち見て、こっち見て。そう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 、おすげえ。おー、すごいやん。すごっ。ちゅうちょできるじゃん。楽しいでしょこれ、ねえ。楽しいでしょ。これは楽しいやろうな。いや、これハマりますね、子供。そうですね。結構あちこちで試乗会とかやるとやっぱ子供たちが離れてくれない。そうでしょうね。どうだ、せーの。お、行った、行ったか。今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。のるのでした。